気伝承エンゲルアイ、冬季伝承エンゲルアイ、ストーリーモード。こんにちは、私天使のエンゲルちゃんです。今度天使より偉い大天使になるための試験があるの。地上に降りてね、他の天使たちと戦うんだって。それで一番強かったものが大天使になれるの。私たち天使は体を持ってないから、地上の選ばれし乙女の体を借りて戦わなきゃならないの。さて、どの乙女の力を貸してもらおうかな。キャラクターを選んでね。ああ、気をつけて行っておいで。お仕事頑張るのよ。はーい。今日も頑張ろうね、アルバイト。うん。いたた。大丈夫、ちびこちゃん。平気平気。ちょっとバナナの皮に滑って転んだだけだよ。ちびこ、連日のアルバイトで疲れてるんだろうな。よし、わしがなんとかしなくては。ちょっと待ちなさいよ、ちびこ。あ、マリーちゃん、ちびこに何か用？あんたみたいな悪い子、いや、つけてあげるんだから。ちょっとマリーちゃん、どうしていきなり。何かマリーちゃんに悪いことした？忘れたとは言わせないわよ。昨日私の大事なキングに落書きしたくせに。ちびこ、そんなことしないよ。いいや、あれは絶対にあんただったわ。わん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 。ほらね、キングもそう言ってるでしょ。そんな。あ、見つけた。ひどいわ、ちびこ。あんたがそんなことするなんて思ってなかったわ。なんで怒ってるの？のんちゃん、めぐちゃん、ともちゃん。私のお弁当、黙って全部食べたでしょ。私の体操服貸してあげたのにあんなにボロボロにして。せっかく上手にできた私の工作壊したでしょ。ちびこ、そんなことしないよ。そうそう、この子がそんなことするわけないでしょ。みちこ先生、きっと何かの間違いよ。今日のところはみんなもう帰りなさい。はーい、ありがとう先生。八百さんは何もやってないんでしょ。だったら謝ることはないのよ。はい、でもなんでみんな怒ってるんだろう。そうよね、ちびこちゃん何も悪いことしてないのに。待ちなさい、ちびこ。あ、みちこ先生、さっきはどうもありがとう。お前みたいな悪い子にはお仕置きが必要だ。そんな。までどうして。私の愛車にまで落書きするなんてちょっといたずらが過ぎないか。そんなことちびこやってません。いや、あれは確かにちびこだったわ。それにちびこ参上なんてサインまでしてあったし。ちびこが犯人ならわざわざそんなの書くわけないよ。そういえばそうだな。でもあそこにいたのは確かに。なんでこうなるの？やっと全部のアルバイトが終わったね、ちびこちゃん。でももう夜中になっちゃったね。そこのお子様、待ちなさい。え、ちびこのこと？やっと見つけました、この泥棒さん。泥棒？あなたが盗んだカジノの売り上げを返しなさい。さもないと。またなの？力ずくでも取り返します。レディーゴー。Ready, go! 覚えてらっしゃい。ひどいよ、みんな。ちびこ何もしてないのに。かわいそう、ちびこちゃん。かわいそうではありません。あなたたちは一体何をしているの？大天使様、どうして地上に？あなたたちの悪行を止めるためです。あなたたちがこんなに悪いことは思いませんでした。大天使様、私たち何も悪いことなんかしてないよ。問答無用。ここであなたたちを倒した後、あなたは天界に連れて帰ります。本当にあなたたちは何もしていないの？本当だよ。本当です、大天使様。わかりました。あなたたち二人を信じましょう。でもちびこさん、あなたの名を語る者が数々の悪行を働いていることは紛れもない事実なのですよ。私たちがその悪い子を捕まえるよ。そうですか。それじゃあ頼みましたよ。ねえちびこちゃん、どこにいるのかな、その悪い子は。全然見つからないね。あれ、何かあっちの方の教室が騒がしいですよ。行ってみよう。やいちびこ、俺の弁当返せよ。今は授業中です。こんな時間に食べちゃダメです。俺はちびこが処分します。あれは？見つけた！私の偽物！偽物じゃないです。ちびこはちびこです。ちびこは私だよ。あなたは一体誰なの？私もちびこです。ちびこさんのお役に立つために生まれたちびこです。あなたのせいでちびこ大迷惑なんだから。そんな、私はただちびこさんのお役に立ちたくて。ちびこ怒っちゃったんだから。さあ帰ろう、ちびこ。お父さん、もしかしてこの子は。いやー、悪い悪い、ちびこ。お前があんまりに不憫に思えたもんでな、お前の代わりに働いてくれるロボットを作ったんだが。お父さんが作ったんだ、この子。良いことをするように作ったつもりだったんだが、どうもそのプログラムを少しばかり間違ってしまったみたいでな。じゃあ全部あんたが悪いんかい。うわあっきりした。ちびこのためにありがとう、お父さん。これでよし。できたの、お父さん。ああ、今度はバッチリだ。ちゃんとプログラムしたぞ。こんにちは、ちびこさん。今度はちびこ、とっても良い子だよ。何か頼んでみなさい、ちびこ。はーい、じゃあね、このお部屋をお掃除して、ちびこちゃん。はーい。わしの研究道具が。私の漫画机が。今日の朝ごはんが。ちびこ、良い子でしょ。こりゃまた、先が思いやられるわね、ちびこちゃん。うん、